岡県内の女子大生ゴルファーを中心にワンポイントレッスンします。その名もゴルファー。レッスンを担当するのはゴルフテックスタジオチーフ吉田幸太郎プロです。さあ今回のゴルジョはこちらの方、松田七海さんです。よろしくお願いします。ゴルフ歴は1年半です。コースは何度か回ったことは、いや今回が初めてです。デビュー、はい、ここで本当楽しいって思えるかどうかがすごいっすね。そうですよね。ゴルフをする上でこういうところがわからないっていう、まっすぐじゃないところでの左足下がりですかね。深いテーマですね。深いテーマですね、福岡レイクサイドカントリークラブ、大小の池が絡むホールが多く戦略性の高いコースですが、距離はそれほどないので女性にも楽しめるコースです。今回は10番ホール、464ヤードパー5、残り100ヤードからのアプローチにチャレンジです。あ、なるほど。これ左足下がりっていうだけじゃなくて、実はつま先上がりでもあるんですね。特にこのトップのポジションに上げた時に釣られて体重がかかとに乗りすぎないようにしてみて。おーおーおー、ナイスワン、ナイスワン、ナイスワン。何が一番変わったんですか今のは。やっぱりそのつま先に重心を置くということを気をつけました。すごく思いっきり良くてヘッドスピードも速いんだけど、やっぱこの傾斜のショットになるとそれだけこうバランスってやっぱり崩れやすいから、ゆっくり振るイメージの方がいいかもしれませんね。いつも通り振ってしまうと体重のバランスが崩れやすいかなっていうのはありますので、ね、すごい笑顔ですもんね。笑顔気持ちよかったでしょ、はい、例えばゴルフ場に行った時も打てそうですか、傾斜からのショットは。はい、頑張ります。自信が大事ですよね。この自信が大事ですね。はい、楽しんでください。それではゴルジョ、また来週。ゴルジョはゴルフダイジェストオンラインの提供でお送りしました。